なんで見せたがるの手越祐也のチラ見せタトゥー論争。足首のテーピングはほぼ確定。4年ぶりの世界の果てまで1.9。日本テレビ系復活が大好評だった手越祐也が10月20日に自身のインスタグラムを更新。今年2本目となる全国ツアーのスタートを告知したのだが、アップした画像には手首のタトゥーがちらり。これを見た人からは、 写真行って9が好評だった手越祐也のタトゥーショット。せっかく行って9よかったのに、ここでタトゥーアピールするなんて残念すぎる。そこを悪いイメージついてるんだから、テレビ出演直後くらいアピールやめとけばいいのに。なんでわざわざタトゥー見せたがるのイメージ悪いからやめた方がいいよ。などの声が上がっている。囁かれていたタトゥー疑惑。とはいえ、 手越しのタトゥーは手首の一部分に飲み入っていて、それほど派手なデザインでもない。実際、別にタトゥー入ってるからって、それが何って感じいって急面白かったし、別に問題ないよと気にしない人もいるようだ。手越しさんのタトゥーが話題になったのは、これが初めてではありません。実はニュース在籍時の2018年からタトゥー疑惑がささやかれていました。 1.9で足首にテーピングが巻かれていた様子がタトゥー隠しではないかと取り沙汰されたんです。さらに2019年7月には夜の赤坂でドンちゃん騒ぎをする様子がフライデーにスクープされたのですがその際足首にリング状のタトゥーのようなものが映っていたことでほぼ確定となったようです。芸能ライター 海外と比べて文化的に馴染みが薄いことから嫌悪感を抱くのだろうか。日本人はタトゥーに拒絶反応を起こしやすい。それを分かっているからか、手越本人もテレビや撮影などの際にはテーピングを巻いたり、先日の一手旧復活の際も、はっの下に長袖を着たりと隠す工夫をしているようだ。公の場ではなるべくタトゥーを隠している手越さんですが、今回の投稿でもわかる通り、 ひた隠しにしているわけではありません。2020年7月の時点で、自身の YouTube で足首のタトゥーを公開していて、バラつきでさとその絵についても言及しているくらいですから。彼はこの動画公開の1ヶ月前に、旧ジャニーズ事務所を退所しているので、所属事務所からの制約がなくなったことが大きいのかもしれませんね。どう、芸能ライター。今回の投稿を、 タトゥーアピールと感じた人もいるようだが、そもそも手越し自身は公の場以外では隠していないので、本人にその意識はないのかもしれない。ともあれ、1.9、復活で抜群のバラエティセンスを見せつけた手越しには、今後のさらなる活躍を期待したい。